い、では続きやっていこうと思います。ちょっとね、いくつかね、助っ人動画撮ってないところで見てしまったんですが、これシュバーンとしてレイブンさん、あ、ん、どうした若者。もう触れてほしくないことかもしれませんが、同じ騎士として聞かせてほしいことがあるのです。どうしてシュバーンはアレクセイに従ってたのかって。そうシュバーン隊長ともあろう方がアレクセイの行為を悪と見抜けないほど盲目だったとは思えません。買いかぶりすぎでしょ。シュバーンは何も考えない空っぽなやつだったのよ。手駒にされようがなんだろうが、与えられた任務をやるだけ。本当のシュバーンは10年前死んじまってたのさ。こんな状況になってもそれは変わらなかったと。さすがにあんなでかいブラスティアが出てくるとは思っちゃいなかったけど、それでも最後までアレクセイに従ったかもね。まあ本当のところはもうわからんけど。あなたが今決着をつけようとしているのはレイブンとして生きると決めたからですか。こんな俺のことに本気になってくれる奴らがいたもんでね、死ぬに死ねなくなっちゃったのよ。けど生きるんならシュバーンがやったことのけじめをつけないわけにはいかないでしょ。いい出会いがあなたを変えたんですね。そんな大げさなもんじゃないって。やん、ちょっともうおっさんええわマジで。ちょっとダブルスタンダードあんまり好きじゃないんだけどいや、なんかおっさんはいいな。なんか元の性格がこんな感じだからかな。さあ、じゃあちょっと見ましょうか。打ち砕かれる野望。これまだ読んでないよね。反乱者アレクセイを追跡するため、ブレム・ヴェスペリアはザーフィアス城を出た。ヨネル殿下の推薦で騎士団団長としてフレン隊長もまた彼らに同行した模様。少し遅れて、その他の騎士も出撃予定とのこと。一行は、不退転の覚悟でアレクセイが向かったトロベキア大陸南方海上のザウデ・フラク級を目指す。はい。ということで、やっていきましょう。まあでも、往々にしてさ、ゲームの中だとありますからね。味方の中に実はスパイがいたみたいな。おっさんはね、そのスパイ、諜報活動してる間に、ユーリたちと、いろいろね、交流を、経て、シュバンを殺して、レイブンとして生きていくことにしたと思う。いいじゃないですか、もうめっちゃ。ちょっと待ってよ。ザウで目指したいところなんですが、ちょっとね、なんか、あ、なに、ソディアとビッチ、なんか、スキット多いな。私たちと一緒にいると、騎士団が追いついてきたとき、また面倒なことになるんじゃないの？アレクセイとやり合う前に、こっちで問題起こしてたんじゃシャレになんないわよ。あの騎士のお姉さんね、一番の問題は。どうするつもりなのかしら。彼女は僕を理想化しすぎているんだ。世の中はいいものと悪いものに割り切れるべきだと思っている。お前ならそういう世界を実現できると信じてんだろ。だけど現実はそう単純じゃない。そうだから早く気づいてほしい。彼女なら気づけるはずなんだ。きっと視野が狭くなってしまっているんじゃの。あ、そういう部分はリンゴ頭の方が分かってそうだよな。ユーリ、その言い方は彼に失礼だよ。ウィチルはアスピオで将来を有望視されている優秀な魔導士なんだから。ふん、あいつがね。なんだ、知らなかったのか。別に興味なかったから言われてみれば他のやつよりは的を射たことを言ってたような気はするわね。協力要請の後もずっと僕や騎士団に力を貸してくれている真面目で熱心な子だよ。フレンは部下思いのいい隊長さんじゃな。じゃな。そう、もしかしたらこれがなんかラスダン前の最後のこう自由行動になるかもしれないので、ちょっとイベントがあれば見たいな。まあ回収してないのもたくさんあると思うんですが。お、ちょっと待ってよ。あ、これはアイテムかな？よいしょ。よし。あ、まだある。まだある。
オッケー。ちょっとなんかイベント発生したらストップしましょうか。ではちょっと行ってまいります。ヨーデルに感謝。ヨーデルはフレンの心の内を分かっていたんですね。殿下自らに背中を押してもらったんじゃ頑張らないわけにいかないわね。ええ、必ずお役に立ちますよ。しかし俺たちと一緒にアレクセイを止めることを命じるなんて、うん、あの天然殿下単なるお人よしかと思ってたが見るとかちゃんと見てんだな。世の中善や理想だけで通用しないけどあんな粋なことできるなんて皇帝として期待持てるわ。まあそうじゃなきゃ困るってもんだ。対局を見る目や人を使う能力そして善意両方を兼ね備えた人なんてそうはいないからね。大丈夫です。ヨーデルならきっと。ともかくヨーデルから連れてけって言ったんだ。好機使うから覚悟しとけよ。ああ殿下のご好意でいただいた機会を無駄にはしない。よし行くぞ。かっこいい。フレン好き。フレンいいわ。ユーリも好きだけど、でもフレンがいい。男性陣だと。やっぱみんなユーリなのかな。メソペリアだと。私はフレン派なんだけどね。よいしょ。あ、ないねー。 あれ ?BGM 変わったのあったもしかして。ちょっと待って。ありがとう。おっさんの愛してるねがめっちゃ好き。よいしょよいしょ。オッケー。あ、ちょ、リタッチだ。ちょ、あ、ちょ、おっさん死んでるじゃん。ちょっと、これもしかして強い敵かな。ちょっと待ってくださいよ。おっさーん。よいしょ。ちょっと待ってよ。まあ、非回復するか。いれれ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 。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ！これ強くない？これ、逃げるが勝ちかな？これ。ちょっと待ってください。よいしょ。BGM が違うからやべえ敵だろうな。これはやばい。逃げた方がいいな。この敵多分2周目かな。みんな逃げて。オッケー。赤いの今年は一段と。もう春に来てます。お戻りですか。いつもの年に増して花の色が濃いのでセクルードジャールの花嫁の怨念が今年は強いのかと。ん、今から300年ほど前の帝国皇帝ブライムストーン4世はハルルのシュルトブラスティアの周囲に木を植えた。晩年城にこもりきりだったのでセクルードシャールの異名がついたです。へえ、この木が赤いのはセクルードシャールが殺した婚約者をこの根元に死体を埋め、うわ怖っ、木がその血を吸ってるからっていう伝承があるんです。何よそれ。リタこう、リタそういうの弱いもんね。あくまで伝承です。うん、妙な風雪が広まって客足が途絶えんか心配です。あ、忘れろって言われても。ちょっとやめなさいよ。まさかね。もうちょっと今ね、おっさんの奥義をね、非奥義使いたくってね、おっさんをねトップにしてるんですけれども、まあちょっと他にもイベント多分あると思うので回収していこうかなと思います。アスピオはなかったね、見たんだけど。今日は油の乗った魚が上がったんですよ。ぜひうちに泊まって海鮮丼を堪能してください。お兄さん海鮮丼は好き？
ピ、海鮮丼のレシピ。まあ、これはまさに海と米のクジラ級の共演なのじゃ。あ、レシピもらった。息子がね、好きなメニューなの。今は騎士団で働いてるからめったに会えないんだけど、お兄さんと同じくらいの年なのよ。あの子にも食べさせてあげたいわ。へえ。あ、あなたは超絶海鮮丼のレシピ。え、行くのじゃ。もらっちゃったからな。貸したものを返してもらおう。リュウク、あれの出現を許したお前にデインのモスを託してはおけない。あれが何だか知ってんのか。古代遺産、巨大ブラスティ、そして使い方を誤らなければこの世を最悪から守るべきもの、うん、だが渡るべきでない者の手に渡ってしまった。全て元ある場所へ戻すべきだ。まずはその剣を私に。待てよ、元ある場所に行ってんならエステルに返すべきじゃねえのか。正しく使える者の手に置いておくことほど無益なことはない。私たちはデイン・ノモスに皇帝の証以上の意味を見出していませんでした、うん、そういう意味ではあなたの手にある方がふさわしいのかもしれません。じゃあ悪いけど、もうしばらく俺に貸しといてくれないか。アレクセイは俺たちが止める。そのために。わかった。もしお前たちが最悪を前に膝を折ることあらば、はい、その剣我が手へ回収する。おお、わかった。ルデューク優しさ見せてんだけど。はーい。え、今カプはどっちだっけ？ノームかトリムかにいるんだけど、これぐらいかな？この町は。いらっしゃらない、帰れ。ここはないかな。これなんか屋敷の中とかは多分イベントないと思うんですよね。かな。よし、じゃあ次の町行くか。はあ、兄ちゃんどうしたんじゃ。うにゃ、ため息ついてたから声をかけずにいられなかっただけじゃ。うん、店がカンコドリ鳴いてて悩んでるとかその程度じゃない。リタ失礼ですよ。うん、はあ、ジューススタンド。なんで魚扱わんのじゃ。せっかくトリムは新鮮な魚が上がるのに使わないのおかしいのじゃ。魚ジュースって、魚ジュースでも出しとけいいみたいよ。はい、解決解決。物珍しさでお客集められるかもしれないけど、猫くらいしか呼び込めねえって。うん、トリモの魚扱って実物を見せた方が早いので、うちがこの店の看板メニューを作ってみるのじゃ。女に濁わないのじゃ。魚ジュース、みんなで今から用材料集めるのじゃ。マジか、材料探しか。グッ。白菜、豆腐、昆布、ホタテ、サーモン、イカ、エビ、以上7種類一つずつじゃ。え、これもしかしてメニューになっちゃうの？あれ？ないのか。白菜、豆腐、海鮮類ってここで買えないのかな？あ、イカ、エビ、ピーチ。なんかめっちゃ種類あるけど、バナナ、オレンジ、ライス、ミルク、海苔、白菜とかある？白菜、白菜ないな。別のところで買わないといけない感じかな。食材は合成できないもんね。まあとりあえずこれは飛ばすか。シャゴシモの花が枯れてしまったわ。この前ここのブラスティア壊したあなたに、ああ、これなんかね、動画でやったような気がするな。この花が狂い咲いたエアルの乱れもあんたが壊したブラスティアが原因。闘技場のも。うん。調べてみたらやっぱりそうだったの。怒っ
ってるわよ。けどもう前のことだから、そんなことをどうこう言うのは嫌い。物分かりがいいというのもそんなものね。理由があってね、やってましたからね、ジュディスはね、ヘルメス式ブラスティアを壊すためというか。あ、まだボスいないんだ。よし、ここの街はこれぐらいかな。イベントっぽいのは、なんか魚ジュースのことはちょっと気がかりだけど、白菜とかがないからな。ちょっと別の街これからまた行くか、その時に見ようかな。あれ、東大森のに入れるようになってんだけど。あ、こんにちは。海は危険じゃということは、このことがわしのバカの孫娘に言ってもわからんのじゃ。あ、ご無沙汰しとったのじゃ。あ、知り合いなんだ。すまなのじゃ、記憶を取り戻すための旅をしてたのじゃ。記憶をなくしてうろうろしてたうちを拾ってくれた人なのじゃ。あ、そうなんだ。へえ。お友達ってか旅の水添えっていうか、なぜかそんな感じだ。うちの婿なのじゃ。あら、まあそう、いい人が見つかってよかったね。流してる。記憶は戻ったのかしら。そうじゃの、なんか戻ってきて、それ戻ってこないのじゃ。上の部屋そのままにしてあるわ。ありがとうなのじゃ。お、パティの部屋入れるっぽい。あなたたちにはちゃんとお話ししてるのかしら。あの子はちゃんとって何を。その自分の素性とか、アイフリードのこと。あなた方はそれを知って、あの子と一緒に旅を。別にそれがあの子といたくない理由にならなかっただけのこと。うん、ただここの町ギルドの力が強いでしょう。アイフリードってギルドの義を書いたから、ギルドの人たちの風当たりが強いんだよね。あまり素性のことは言わない方がいいっていつも言い聞かせてたんです。本当はあんな小さな子にああだこうだ言う方がどうかしてると思うのだけど。あ、ありがとうございます。ちょ、パティがパーティーから抜けちゃったんだけど。ちょっと、パティのお部屋。こんなところで暮らしてた。あ、かわいいね。お部屋、綺麗にしてる。のじゃ、ゆっくりするといいのじゃ。なんか人形があるけど。何この気持ち悪いの。あら、かわいいじゃない。さすがジュディね、よう分かっとるのじゃ。どんなセンスしてんのよ、こいつら。あ、パティのお部屋調べちゃった。かっこいい人ですね。あ、もしかしてこれがおじいさんです。まあ、そうかな。正解じゃろ。惚れたらいかんぞ、リタネーも。惚れないっつーに。でも確かにちょっとイケメンな感じするな。遠くからしかわかんないけど。これはこれ、手精霊の牙の紋章だね。怒りとドクロを合わせて印象したものなのじゃ。あの上の羽広げたみたいな部分、どこかで見たことがあるな。そういえばおっさんも。あれ、なんだろう。うん、灯台のてっぺんに通じている階段があるのじゃ。残念ながら一般の人間たち力士なのじゃ。外側の通路には出ることができるぞ。胸いっぱいにしようか、じゃすい雲がいいのじゃ。へえ。でもパティも良かったね。なんかね、こう見てくれる人がいて。あ、あ、ホーリーボトル。ボトルがあった。なるほど。ペット可愛い。船の底みたいな感じで、いろいろとひっくり返されると困るのじゃ。乙女の秘密は見せられぬからの。あ、うん、なんじゃ、もう少しゆっくりしていけばよいのに。おお、なんかこれはやってよかったな。パティのことがちょっとよくわかったわ。ね、ちゃんと面倒見てくれる人がいたんですね。ちょっと安心。あ、このキッズはポリー。あんこも元気だった。キューン。ラピードが人に懐くなんて、稲好きの子供に優しいんだよな。そうなの。じゃあ僕は、ほら、ラピード、僕ラピードのことこんなに好きだよ。ガーン。あ、この親子。あれ、結局ここに住んでんの。
うん、ね、離れたんじゃなかったの。うちの子はここを気に入っちゃってね、時々はこうしてくるんだ。うん。ね、幸せそうで。え？うん。ポリーが魔物にさらわれて、結界の中に魔物。え？あららららららら。ちょっと待ってよ。ちょっとなんか見栄えから、あの、リターを操作してたんだけど。これは、バトルじゃないの？あれ？なんかおじいちゃんたちが話してる。あんた、向井ヒーローさん。そうなんじゃよ、コットンさん。大損なんよ。こんなに悪くなるとは思いませんなんだわ。あんたみたいな子供に面白くない話かもしれんが、聞いてくれるかい。うん。小さなギルドにお金を出資してての、そのギルドが成功してお金が入ったら出資額に見合ったお金をもらっていたんじゃ。おー、匂いなのちょっと前まではそれは儲かる商売でのたくさん出資してたのじゃよ。ところが最近わしらが出資してたギルドが軒並み解散してしまっての、出資金も返って今週大損してしまったんよ。あ、マジか。小崎ちゃんと生活していけるのかの。うん、これも勝負穴目とった罰が当たったと思って諦めとるよ。え、これイベントちょっと溜まったからって使ってやると後で後悔することになるんよ。稼ぎは時はどんな時でも稼がんとな。戦ってる時も、ん？いいこと思いついたのじゃ。あ、なにこれ、サーチガルド、特技、へへパティの称号イベントなんだ。へえ、面白い。なるほど。あれ、ラピード、それよりラピードよ。あ、ああ、痛い痛い痛い。結界があると思って油断してる連中なんだ。ちょろいもんだ。さて、このガキ使ってどんだけ負け上げられるか。あんまんまん、ぐるるるるる。うん。手目当て引きとガキを返しな。お、バトル。え、これパーティーどうなるんだ？敵だ。あ。あ、なんか、あ、なんか私あの、リタ操作してるのかな？あれ？誰だ？あ、リタ操作してるわ。あ。え、おっさんに変えたはずないのか、リタになってんな。うん。あ。よし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 。はい。本当だよ、もう何回助けてんだよ。おっさん大したことしてないだろ。うん。それにしてもどうしてポリをさらったりなんか。あんまんまん。例えば金を稼ごうとしてたみたい。あれ？なんか光ってる。落としてたの拾ったの。魔物にスキルを教え込むためのメモ。へえ。知らない魔物がこんなもん使うわけないのにな。あ、でもラピードは読んで聞かせてやるか。うん。お。スペシャル、あ、これであれなんだ、ラピードの火扇使えるようになるんすね。へえ。子供好きの称号を得ました。かわいいんだけど、ちょ、あ、ちょっとね。これあれか。隊列入れ替えでこうしないとおっさん使えないか。おっさん。すごいすごい。ここはなんか、パティとラピードのイベントやったな。ん、予想外。フレン、ずっと戦いっぱなしだが、疲れとらんかの。これくらいどうってことないよ。気のせいか、戦うほど生き生きしてない？誰かさんとか誰かさんみたいに。誰だ？誰かしら。隊長に昇進して前線に出る機会が減ったからね。剣を鈍らせないためのいい修行になってるよ。どんなに理由を取り繕ったところで、あんたも戦闘バカの仲間よね。
戦闘バカは初めて言われたこれパティの顔や。フレンだけは常識人だと思ってたのに、うちらは常識人と思われてないんじゃの。心外ね。リタは今まで僕にどんなイメージを抱いていたんだい。は？何を急に。いや、君の感覚なら有利の友人に対して常識人なんて評価はしないと思ったから意外でね。あんたやっぱ有利の同類だわ。お前ら二人とも俺に失礼だろ。もうチューチュー挟まれるスキット面白いよな。でじゃあちょっと次ダングレストかな、見てみようかなと思います。この近くの町ってそうだよね、確かダングレストでしたよね。ん、時間も時間だし今夜ダングレストに一泊するか。うん、どこ行くのじゃフレン。今夜ダングレストの夜間巡回をするかユニオンに許可をもらおうと思って。タルを離れてるとはいえ僕は騎士団の人間だから筋は通しておかなくてはね。うん、どんな記号ユニオンは正常に機能してるとは言い難いからね。ダングレストの治安悪化の噂は騎士団にも届いてるよ。確かにドンがいなくなってギルド同士の揉め事とか増えたよね。本当はユニオンは処理しなきゃいけないことなんだけど、騎士の僕が見回るだけでも抑止力になるかと思ったんだ。またくかたいねフレンちゃん、気を抜くときはパーッと気分転換しなさいよ。人生もっと楽しまなきゃ。フレンはオンとオフの切り替えができないんだよ。常にオフ状態ユリには言われたくない。あ、おっさんがいいとこ連れてってあげるわ。え、マジで？ちょ、これ気になる。あかんないよ、何事も社会勉強だ、ことごと言わずついといて。連れてっちゃった。連れて帰ったけど平気、おっさんのことだから、ろくな場所行かないわよ。これでフレンの片頭が少しは柔らかくなってくれるのは大歓迎だけどな。気になる、ちょっと。フレンとおっさん抜けちゃったよね。女の子たちと、お兄さんが騎士なんて冗談でしょ、全然見えないわ。コスプレが趣味なの、騎士の格好なんてしてると本物の騎士に捕まるわよ。騎士なんて闇で偉そうなやつばかりだもん。お兄さんみたいな可愛いとか騎士なわけないじゃない。テートでは騎士って名乗って女の子をチヤホヤしてくれた？でも残念、ここはダングレストなのよ。いえ、緊張しないでいろいろ教えてあげるか、何でも聞いて。本当にレイブンと知り合いなのか信じられないわ。ジュースなんて飲んでるのね。もう子供なんだから遊んだとこも可愛いけど。ジュース飲むんだ、お酒じゃなくて。ほらほら、もっとリラックスして今夜一緒に楽しみましょう。慣れてなさそう、フレン。おはようなの、じゃ。なんかおさんシューンってなってるけど、どうしたの？二人ともひょっとして一晩中？気づいたら夜が明けててね、徹夜は騎士団で慣れてるから大丈夫だよ。戦いに支障を期待したりしない。でも楽しんできたみたいね。レイブンさんのおかげでとても有意義な時間が過ごせた。あ、そう。彼もユーリの親友のだけあったってことね。ユーリも誘えばよかったな。どうしたのおっさん、しょぼくれてんな。おっさん、人生ミスったよ。フレンとはもう夜の街には行かない。フレンと行くと女の子みんな持ってかれちまうんだもん。あいつ昔から女に言い寄られること多いから意外と扱いに慣れてんだよ。やっぱモテるんだな、かっこいいもんな、フレン。騎士団に上がってこない街の人の声を聞くことができた。時には半目を外して人の本音を聞くことも必要だと教えてもらったよ。おっさんに言うな、首相の目的があったとは思えないけどな。おっさん連れてく相手が悪かったな。まったくだ。夜の帝王なんだこりゃ面白いな。フレンが夜の帝王になっちゃった。もう VV でさ、 VV そんな食材買いたいんだけど、まだ買ってないやつあるかな。あ、大丈夫かな、とりあえず買ってる感じ。 OK、 じゃあちょっと今回ここで応援しようか。ちょっとメイン進めないでね、なんかサブ行ってましたけれども、どうしよう、もうちょっと見たいかもしれないけど、ちょっとダングレストパーッと見て終わろうか今回は。曲がりの剣の連中みんな無事なのか。そういえば最近見ないね、なんとか。
しょう。ブラッドアライアンス。おバルボス泣きも、あ、普通の飲み屋になってんだけど。死に至る病も酒があればごまかせるもんだ。百薬の長だっけ。イバヤさん爪のイエガーさん知ってるかしら。あの変な言葉遣いがユニークなのよね。うん、話しかけたら、こう、こっちは相変わらずダンジョンかな。あ、そうだね。よいしょ。まあ、行かないけどここ真っ暗闇でやりづらかったんだもん。よいしょ。厳重に施錠されているため部屋に入ることできない。あ、そうなんだ。もう行けないんだね、バルボスのお部屋あれ、ここなんかおっさんに関するイベントとかありそうな感じするんだけど、おっさんとかカロルとかフレンだっけ。うん。テトの部屋をブラスティアに飲もうと私は推測してます。イベントだな。芝生ぶりじゃない、どうしてたの。おや、負け声ね、どんの命令でずっと外回ってたのよ。やだ、兄さんが真面目に仕事してたの冗談でしょ。世界漫遊もなかなかいいもんよ。やっぱり行く先々で遊んでたんじゃない。ところで兄さんらしくないついにお子様にお子様にそんなんじゃないわよ。友達、単なる知り合いよ。その前には親しげだったけど、カロル詮索するとバカ見るからやめとけ。何あの女感じ悪い何あれ、20歳差なんだっけ、リタとおっさん。まあ親子だろうな。んなんでダサい戦争してるらしいのザマス。せっかくだから私がアートたちのおしゃれ人直してあげるザマス。これイベントか。答えは聞かないザマス。んこっち行くザマス。ある種運命に素敵ナチュラルにコーディネートしてあげるザマス。まあダンブレスもいろいろあんのかな。お、ジュニスか。純白の空とブリオ使いの称号いました。え、なんか衣装っぽいな。おしゃれ的なサムシング。へー、ちょっと待って、なんかジュディスの衣装かな。で、コレクターじゃないよね、違うよね。ワールドマップ、レコード。え、見た目変えるのってそういえばこれ、ワールドキハンター、これか。あ、わあ、変わった。えー、ちょちょちょ、パーティートップ変えて、あー、おー、ジュディスのコスチュームじゃん。確かにちょっと羽が生えてるようにも見えるな。ちょっとおっさんに戻すけど。ここでなんかあれか、衣装系のやつもらえるんですかね。よし。ふんふん。ん？また女の子。あら、あなたたちは確かドンの知り合いの方々ね。ねえ、このお店でドンが関わってたんだよね。そうね、関わっていたというよりお酒をよく飲みに来ていたわ。憩いの場所だったのでしょうね。だからね、私たちもお店の切り盛り頑張ってどうも安心させてあげないとさ。おう、いい子じゃん。あら、本当に。じゃあ早速お願いしようかしら。実はね、いつもお店をお手伝いしてくれていた子が発掘作業で遠征しちゃってね、人手が足りない状態なのよ。その子がいつ帰ってくるのか分からないし困ってて。なるほど、忍者アルバイトって感じだから正式な雇用はできないけど。あ、お給料出すって。ガルドもらえならいいんじゃない、現金なやつ。お手伝いは一人だけでいいからね、誰なのかお任せするわ。うん、こんな不愛想な店員いたらお客さんどんどん減っちゃうでしょ。言えてる。
え、誰に、え、お手伝いをしてもらえますか。じゃあおっさんで。おっさんで。え、これ何すんの。だるそう。説明聞きますか。はい。ゲームの流れ、お客さんに呼ばれてから注文を聞きに行きましょう。頼まれたメニューをカウンターでオーダーします。料理を受け取ったお客さんに提供しましょう。すべてのお客さんに注文を渡せば終了です。働きに応じてお給料を変えますので頑張りましょう。お客さんに呼ばれてから注文を聞きに行きましょう。注文は一度きりなので聞き逃さないようにしてください。カウンターでオーダーできるのは1回分の注文だけです。品物を受け取ったらお客さんに提供してください。数量間違えると気分を害されるので注意しましょう。商品の整合や提供までの時間でお給料が変化します。お手伝いする人によってもいろいろ変わるようです。じゃあやってみます。よろしく頼むよ。すいません。はい、二次子定食を1個、あとブウサギ定食。え、ちょやばくない。おいもうわかんないよ。おキャンセルして、え、なにこれ、もう意味がわかんないんだけど。麻婆カレー、どんの気まぐれご飯4つ、うまうまティーを2個で全部。もうわかんないよ。なにこれ、ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。もうやめよ。難しくないこれ。ふう、終わりました。もう、あ、でも5900ゴールド案外もらえたな。こんなに難しいとは思わなかった。でもなんかオーダー聞けたの、まあ4人ぐらいかな、ちゃんとできたのは。なんかね、あんまりこう時間制限は気にしなくてもいいみたいだ。ちょっとまた暇があればやろう。お金稼ぎにいいですね。なるほど。こんなもんか。うちのお兄さん、酒場マスターよいしょ。さて出ますかね。またお姉ちゃん、レイブンじゃないさ、戻ってたんだね。よっ、相変わらずフラフラしてるんだね。人をクラゲみたいに言わないでよ。いつになったら落ち着く気だい。足腰が立たなくなったらフラフラできなくなるね。まったくあんたらしいよ。暇ができたらうちの方にも顔出しな。あら、ちょ、モテモテじゃないの。ちょっとおっさん、帰りなさい。あれ、なんか反応違わない？今回はどこへ行ってたの？旅の話聞かせてほしいわ。ね、これからお茶でもどうかしら。毛のケーキをやったの、皆さんもご一緒に。俺様が甘いもの嫌いなの知ってるでしょ。甘いの嫌いなんだ、おっさん。お茶よりお夕食の方が良かったかしら。タデクン虫も好き好きね。みたいだな。疲れてるんで失礼するわ。ケーキを食べてくれる相手は他にいるでしょ。レイブンに食べてもらいたいの。あのね、裏ぶえたおっさんに時間割くなんて無駄よ。ジェンと有望な若者がそばにいるんだから、そっちに行きな。ハリーのこと？でも私は嫌なの。あいつの気の小さいところは悲観的なとこだっけら。とか女で変わるぜ。お前だな、あいつを大物に化けさせられるだろう。当て付けなんか演じてない。さっさと行った行った。当て付けなんかじゃないもの、レイブンの意地悪。へえ。レイブンがよくわかんなくなってきたよ。あんな風に冷たかったのはかわいそうだと思います。あら、私は見直したけど、お、ジュディスちゃんならお三大関係をむしろお願いしたいくらい。女の人大好きなのよくわかった。なんだこれ、博愛主義。女性限定。
なんだこりゃ。おー、おっさんの称号もゲットしたな。わーい。ちょっと待って。うさんくさいおっさん。じゃあ、トリックスターとかにすると衣装変わんないのか。レンジャー変わらない。じゃあ、博愛初期者にしとくか。おっさん。理想は高く。おっさんの進化が分かったところで、全員語ってもらおうかね。語るって何を。決まってるでしょ。恋バナよ、恋バナ。アホくさ。私、ちょっと聞いてみたいです。あら、それならまずはエステルから話さなくっちゃ。エステルの理想の異性のタイプは。理想は水星物語の琥珀の聖騎士のような人が。って誰。水星物語って小説に出てくる主人公の友人で。はい、次次。僕はね、優しくておとなしくてちょっと気弱な背の小さい女の子が可愛いなって。なんと正反対だな。あの子、そんな子だった。どちらかっつうと気が強そうだったな。リタとジュリスは。おっさんみたいじゃない人。本当な線ね。じゃあ俺もそれで。中年の魅力がわからないようじゃまだまだよ。おっさんめっちゃ魅力あると思うけどな。好き、普通に好き。いい男だと思いますけどね。ひょうひょうとしてるから、結婚よりもお付き合いって感じなと思うけど。お、レイボンのちょうどいいところに入る建物間違えたみたい。じゃあね。待ってください、話だけでもいいですから。俺様たち忙しいの、厄介事はごめんよ。ハリーにはとても頼める状態ではないし、うん、最近各地でギルドと帝国の小競り合いが絶えないんです。これまでユニオンを通して調停がなされていたはずですが、どんなきごユニオンは形骸化してしまってます。ユニオンは機能しないから個別で話しつけにかかってんだな。先日もカドスの喉笛が封鎖された件でギルドとマルシェと騎士団が揉めたそうです。あ、そうだね、フレンのところが封鎖してたもんな。ギルド相互不干渉の掟があるので、アルトスクはギルドとマルシェに忠告はできないし、ユニオンを立て直すしかないだろうな。しかしハリーはあの調子だし、ブラッドアライアンスの後釜をどうするかもまだ。じゃあ煮固めていくしかない。まずはてめえのどこだがハリーを何とかしろ。ボスを見かけたらギルドのマルシェにはユニオンを通すようストレートなく言っとくわ。仕事ができる。カフマンさんか、今どこにいるのかな。いいのいいの、探すほどでもないでしょ。見かけたついででいいの。でもおっさんはアルトスクの連中ならユニオンを立て直せるって思ってんだな。世情が急速に動いてるからね。ユニオンが後手に回らないおっさん保険みたいなものなのよ。あ、はーい、はいはい。やばい、なんかダングレストめっちゃいろいろあったいやー面白い。え、ここ入れたっけ。あ、そっか、ここはあれか、牢屋でしたね。ごめん、なんか今回ちょっとめっちゃ動画がね長くなると思うんですけど、まあそろそろ終わりにするんでね。よし、ダングレスト濃密だったわうん、足の牛丼戦略手伝うのか。牛丼二重登録にはならない道場やってくれるのか。え、はい。ギルドはウサギさんをただひたすらに愛でるというなんとも素晴らしいギルドじゃ。お前さんにはその広報としてこのラブリーウサギルドのことを世に触れ回ってほしいのじゃ。難しいことありゃせん、このバチをお前さんに預ける。これを持った状態ひたすらに有名になるのじゃ。わかりやすく言うと、とにかく称号を集めるんじゃ。そうすることは自動的にラブリーウサギルドのことを知り渡っていくと思うのじゃ。ウサギは可愛いけど。はい。はい。あ、うさ耳淑女用うさギルドバッジなんかもらった。へえ、どんの部屋。ちょっと次回もちょっとこのサブ回収になりそうだな。回収っていうか、まあ回収できるところは回収できるところまでやろうかなって感じですけれども、ちょっと待ってよ。キャラクターの詳細、これリタつけらんないのこれ。ウサ耳は装備になるのかな。はい、頭、猫耳、ウサギないな。なんか、いや、じゃあちょっと今回ここで終わりにしておきましょう。いやー、やばい、ちょっと1時間16分とか撮ってたんだけど動
が。かとしさん何分になるかな、ちょっと 4,50 分になったら申し訳ないっす。はい、まあ次回もね、今日はダングレストまでやったから、次回にそれ以降回ったところをね、もう一度回ってみようかなと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。